私たちは環境中の微生物によって分解される生分解性プラスチックの開発を行っています。生分解性プラスチックは一般的に堆肥の中や土の中など微生物が数多く生息している環境では素早く分解されます。しかしながら海の中ではなかなか分解が進みません。そこで私たちは海の中でも優れた生分解性を示す新しいタイプのプラスチックを開発しています。私たちが研究している生分解性プラスチックは、微生物によって合成することができるポリヒドロキシアルカン酸 PHA と呼ばれるものです。これは微生物のエネルギー貯蔵物質として細胞の中に大量に蓄積されるポリエステルであり、糖や植物油などのバイオマス資源を原料として合成することができます。微生物は食べるものはなくなる飢餓状態になると細胞の中に蓄積したポリエステルを分解し生き延びるためのエネルギーを作り出します。微生物ポリエステルは主に側鎖構造の違いにより数多くの種類が存在しています。また自然界には他の微生物が合成したポリエステルを横取りして分解することができる微生物がたくさん存在しています。そのためこのポリエステルから作られるプラスチック製品は自然界にいる微生物によって最終的に二酸化炭素と水にまで分解されます。プラスチックは生分解性の有無と原料の種類によって大きく4つのカテゴリーに分けることができます。微生物が作るポリエステルは生分解性を有し再生可能なバイオマスを原料として合成することができるため最も環境に優しいプラスチックの一つといえます。微生物ポリエステルの原料は化石資源ではなく大気中の二酸化炭素が光合成によって固定化された再生可能なバイオマス資源です。そのため自然界で分解され二酸化炭素になっても地球温暖化を促進することはありません。このような微生物が作るポリエステルは海の中でも分解されるストローや食器具として一部実用化が始まっています。一方で微生物によって作られるポリエステルは一般的な汎用プラスチックと比べると材料物性や加工性が劣り、また価格が高いなどの欠点を有しています。私たちはこれらの欠点を解消するために優れた材料物性を持つ微生物ポリエステルを開発し、それを効率的に合成する方法について研究を行っています。このようにして開発した生分解性プラスチックが世の中に広く普及すれば、現在大きな環境問題となっているプラスチックごみによる海洋汚染や化石資源の使用に起因する地球温暖化の防止につながるものと期待しています。詳しくは研究室のホームページをご覧ください。